名鉄3800系電車大井川鉄道310系電車大井川鉄道310系電車は大井川鉄道が1970年に名古屋鉄道より同社保有の3800系電車2両を譲り受け導入した電車である大井川鉄道は1972年に同じく名鉄3800系4両を譲り受けたがこちらは先に導入された車両とは異なり名鉄 在籍当時の車両番号を変更せず、3800系電車として導入した。本校では、後年310系の制御尺派510型を改造して巡工したオープン構造の納涼展望電車区派86型を含め、名鉄3800系を譲り受けて導入した6両の車両群について詳実する。大井川鉄道と日本国有鉄道は、 1969年4月より、国鉄の静岡駅と大井川本線の先頭駅を結ぶ直通快速列車、奥大井の運行を開始した。奥大井は、静岡県中心部や関東県からの観光客を中心に好評を博したため、ついで大井川鉄道は、自社線内のみを運行する急行列車の運行を計画した。この急行列車の運行に際しては専用の車両を、 導入することとし、当時大井川鉄道の経営に参画して間もない、名鉄より3800系3 8 0号編成の譲渡を受けた。同編成は、大井川鉄道への譲渡に際して、名鉄なる未工場において、車内客用扉間の座席を転換クロスシート仕様に改装するなど、各種改造を施行し、制御電動車も、破310系310、 制御尺派510系510と、形式称号及び、記号番号を改めた。モハ319派510は1970年10月29日付で、車席編入、翌1971年1月1日より、急行列車、すまたの専用車両として、運用を開始した。さらに、1972年には3800系3 8 2 2編成。 3829編成の2編成を譲り受けた。この2編成はいずれも名鉄7300系の申請に際して台車、主電動機などを供出して廃車となり、車体と一部の主要機器のみが譲渡対象となったものであった。導入に際しては大井川鉄道が保有する旧型車両の更新名義で竣行し、 名鉄保有車両の廃車発生品を搭載したも3829の属産量は、名義上の種車より主要機器を流用、もは3800系3822.3829、及び区派2800系2822.2829として導入された。このため、先に導入された310系2両が、形式称号は変更されたものの車席は、 名鉄3800系としてのものを継承しているのに対して3800系として導入された4両は車両番号こそ名鉄在籍当時と変化はないが車席は名鉄3800系としてのものではなく名義上の種車となった車両のものを継承している。上記経緯により三百十系も波319波510及び三千八百系も 八3822区八2822も八3829区八2829の計算編成6両が導入された。全長 17430mm、全幅 2744mm に扉構造を変運転台仕様の反抗性車体を備える。導入に際して車体周りの改造は一切行われず、6両いずれも 外観上は、名鉄在籍当時の原型を保っている。名鉄3 8 0 0系は1960年代以降に、過半数の車両が、運転台1を重げする高運転台化改造を施行されていたが、大井川鉄道における使用条件の都合により、譲渡された6両はいずれも、原型の低運転台使用のまま損置された車両から選定されている。 車体塗装は構えからだ腰板部付近を境界として、下部分を赤、上部分をクリーム色とした新塗装を採用した。この塗装は従来の青とイエロークリームの二色塗りに変わり、大井川鉄道における標準塗装として従来車にも普及した。後に塗り分け位置を創価補強体の下端部を境界とするよう改め、赤色部分の面積が拡大された。なお、 モハ三319派510となった3805。編成は、名鉄3800系の一時車に、千八3822区十2822千八3829区八2829は、同二次車に相当するため、前車の屋根上ベンチレーターがガーランド型であるのに対して、後者は押し込め形である点が異なる。車内座席は、系が前日の通り、 客用扉間の座席を転換クロスシートとしたセミクロスシート仕様であるのに対して3800系に編成はいずれも原型のロングシート仕様で竣工した310系は名鉄在籍当時からの主要機器をそのまま搭載する電動化無軸式の東洋電気製造 ES-516C 関節自動診断制御装置 TDK-528 旧 h m 直流直巻電動機、常用制度のアマ、赤自動空気ブレーキ装置、日本車両製造 D18 台車など、名鉄在籍当時と仕様に変化はない。一方で、3800系については前述の通り、名鉄7300系、台車、主電動機などを供出した状態で譲渡され、 モハ3822区派2822区派2829の3両は導入に際して大井川鉄道保有の旧型車から主要機器を転用した。機器教室元はモハ3822が旧南部鉄道も850型を出自とする買収国電払い産業車のモハ308区派3822が元西部鉄道も 派231系譲り受け者の区派 504, 区派2829が、旧宮城電機鉄道も、派601型を出自とする、買収国電払い下げ者の区派502となっている。また、も派3829のみは前述の通り、名鉄車両の発生品を転用し、名義上の種車である、も派301からは、危機教室を受けていない。そのため、 主電動機はモハ三千八百二十二が国鉄正式機種の m t 十五直流直巻電動機を歯車比二点五二で搭載するのに対してモハ三千八百二十九はモハ三百十と同様に t d k 五百二十八 q h m を歯車比三点二一で搭載し両車で仕様が異なる。ただし制御装置については名鉄七千三百 k a の 教室対象とならなかったため、二十3822千八3829、ともモハ310と、同じく名鉄在籍当時からの ES-516C を搭載する。台車は千八3822が、国鉄正式台車の DT11、千八3829がモハ310と、同じく D18、千八2822が D16、 区ハ2829が国鉄正式台車の TR11A をそれぞれ装着する。導入後の310系は急行列車、スマタ、用車両として運用され、竣行直後はスマタの列車名の由来であるスマタ京温泉を宣伝する目的で側面に女性の入浴姿を描いたイラストが描かれ、前頭部には専用ヘッドマークを掲出して運行された。 一方、3800系は一般列車用車両として運用されたが、も38は3822区派2822は1974年に310系と、同じく急行列車、すマタ運用に供する目的で、客用扉間の座席を近鉄1万系、ビスタカーの廃車発生品に換装し、セミクロスシート仕様に改められた。 能量展望電車区派861区派861の車内1980年代に至り早期に譲渡されたモッハ3 1十九派510は老朽化の進行と後継形式の導入に伴って直期廃候補に挙げられたその後大井川鉄道は1986年下記に能量展望電車の導入を計画したその主車に 有給状態であった310系クハ510が選定され、自社新華な車両区において改造を施行、同年7月21日付でクハ86系861として春行した。86系の形式称号は、春行年の1986年に由来するものである。改造に際しては、側面乗務員扉より後部の構え体について、 創価補強体上部から幕板部分にかけての外反をすべて撤去し、客用扉も埋め込み撤去して、オープン構造に大改造された。車内には地元より産出された木材を使用した木製クロスシートとテーブルが配置され、また銭湯営林所より寄贈された樹齢300年の奥、大井さん天然木を用いた竣工記念プレートが設置された。車体塗装は薄水色 ベースカラーとして、水色の水玉模様を配した、八百861独自の塗装に変更された。八百861は、形式記号、クハが示す通り電車であるものの、電車のほか、蒸気機関車、または電気機関車による、牽引列車のいずれとも、連結可能な構造とされた。クハ510の能量展望電車化改造によって、編成相手を失った。 モハ三百十は、その後廃車前提の旧車状態で放置され、末期は、パンタグラフ、全消灯などを撤去された後、1九9二年三月三十一日付で、車席を抹消された。三千八百系はその後も継続運用され、1 9 8八年に、モハ三もは3829区派百二十九が客用扉間の座席を名鉄七0系の、 廃車発生品を流用して転換クロスシート仕様に、改装3 8 0 0系はに、編成ともセミクロスシート仕様で統一された。1990年代半ば以降、モハ3822区は2822モハ3829区は2829についても懸念による、老朽化が進行したため2万1000系1 0 0 0万16000。 軽など、冷房装置を搭載した、カルダン駆動車の導入に伴って、運用を離脱、も38は3822区八2822は1997年6月10日付で、も38は3829区八2829は1998年12月26日付で、それぞれ車席を抹消された。さらに、末期は銭湯駅構内にて旧車状態で、 留置された、区波861についても1999年3月31日付で、車席を抹消され、大井川鉄道へ譲渡された、名鉄3800系は全廃となった。なお2014年3月時点では、新華奈駅郊外側線に荒廃した車体が残って、いたが、すでに解体され現存しない。ありがとうございます。